新喜劇見てくれた人全員マブダチナのコーナー、イエーイ、イエーイ。というわけで今回のゲストはこちらでございます。吉本新喜劇の小寺真理です。はい、お願いします。お久しぶりですね。はい、やっぱ多忙なんでね、なかなかやっぱこの番組には出てもらえないと思うんですけども、今回やっと、はい、ちょっと、はい、どうしたんですか。お断りしてたんです。お断りしてた最後に出たの覚えてますか。私最後に出たのは実は去年の6月ぐらいなんですよ。うんうん、それまで結構トントンと、ね、そうそうそう、出てくる。すごい出てたんですけど。何、もう何、仕事選んじゃってるわけ。はい、選んでます。いや、これに関して選ばせていただいたんですよ。なんで最後の時にね、うん、体重落としましょうっていう約束やって。あ、はいはいはい。千葉さんの一応目標体重を言っていただいて、うんうん、分かりました、次来る時は絶対にそうしますって言って。え、でもさ、ね、SNS とかで見てたらすごい痩せたじゃない。痩せたんですけど、うん、千葉さんが推してるハードル高すぎて、うん、いけないんですよ、そこまで。動画を1回は行ったんですよ。ごめんね、俺覚えてない嘘でしょ。46っておっしゃったんですよ。痩せる前が何キロだったの。60行ったよね。で、6月ぐらいの時は 56.2 ぐらいまで、うん、デカ背中時代だよね。そうです、そうです。で、去年の8月31日が誕生日やったんですけど、はいはいはい、そこで 46.6 まで落としたんですよ。すごすごいじゃん、十分だよ。いや、落として一応 SNS に上げたんですけど、でもそのタイミングでマブダチには呼ばれてなかったので、うん、あ、でそこからちょっとずつやっぱりこうリバウンドではないですけど。それでもだってキープはしてるじゃん。まずそれで何、俺が達成してなかったからって俺がそんな鬼強化みたいな違うんですよ。あんだけ言っていただいたから、うんうんうん、やっぱ達成した姿を見せたかったんですよ。それは自分のプライドとしてね。プライドとして、うんうんうん、で、今回はもう有無なく入ってたんです、これが。それはまあ、だってそれはさまずはだってせっかくね、痩せて綺麗になった姿をお届けしたいというスタッフの愛情ですよ。あ、優しい、ありがとうございます、うん、あ、でも本当にすいません。でも測ってないんです。でも怖くて。だからね、今日ね、あの体重計用意したんです。嘘でしょ、嘘でしょ。すごく今の時代に女性に体重を測らせるというね、意外とね、エッジの効いた。いや、本当に、うん、もし小寺ちゃんが嫌じゃなかったら、うん、乗っていただいて、ちゃんと数字を皆さんに見ていただいて。そうですね、マックス60キロやった。60キロのデカ背中から今こんなに背中が小さくなったんだよという。そうですね、報告を皆さんにできたらいいな。そうそうですよね、はい、分かりました。乗れます。乗ります。でも本当、ちょっと待ってください。ちょっと待って、ゼロになるんじゃない。ゼロにはならないですよ。少しでも減らそうと。もともとマックスが60キロでしただったのが、はい、ここまで行きますね。行きました。お、50.6。 あ、40代でなかった、すいません。すごいよ、ありがとうございます。うん、やっぱ根性あるな。ありがとうございます。いや、だって千葉さんに喫茶店で1時間怒られましたからね。まあ怒るというか、僕はやっぱりその、うん、愛情を持ってるなと思ったんです、うんうんうん、なんかみんないじって背中でかいとか、うんうん、そんなあの愛情でじゃないよって、うんうんうん、まあ、ちゃんと小寺ちゃんは綺麗になった方が、うんうんうん、ゲイのためじゃなくて、その、うんうん、あの人生においていいよって言われたんで。そうね、やっぱりね。そうやなって。いやいや、せっかく綺麗なんだから。そうなんですよ。さあ、幸せになれる可能性が上がるじゃない。そう、それを言われて、うん、何してんねん私って思って、うん、その時服捨てて、うん、もうあった服全部。あ、そうなんだ。はい、すごい決心だ。そうですよ、去年の6月ありがとうございました。でもこう痩せてみてどうですか。はい、人生楽しいです。うわ、よかった。いい人早く見つけてよ。見つけます。今32です。32。でもあの1年間ぐらいは本当に自分の好きな服を着て、うん、すっごい、もうなんだあいつって言われてもいいから、うんうんうん、すっごい色の服とか着て。お、そうなの。まず服を楽しんで、楽しんでからちゃんと落ち着いて婚活したいと。なるほどねもう募集したらもうめちゃくちゃ来るんじゃない。いいんですか。うん、ぶっちゃけどっち、その、はい、もう見た目重視なのか、それとも性格重視なのか、それともお金重視なのかとか、いろいろあるじゃない。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、うん、お金いや、なんてお金かかるんですもん、ね、IT 企業の皆様お願いします。よろしくお願いします。うちの小寺をどうぞもらってお願いしますアホ早速見どころの方。はい、こちらです、うん、秋助のラブストーリーにはスパッツをということで、はい、実は私、うん、秋さんの週出たの初めてやった。あ、そうなんだ。はい、座長になられてから、うんうんうん、はい、で、安代お姉さんも初めてやって、はい、2人ドキドキしながら出させていただいて1週間やったんですけど、うんうんうん、見どころはまずは、田畑さんの2枚目の演技。出た、
でもあの千葉さんは多分仲良しやから出たって感じかもしれないけど、うん、多分みんなからしたら、うん、なんかそんなにタートさん2枚目っていういつも小舞台突っ込んでる感じのイメージだと思うんですけど、うんうん、まあ、タートだってあの吉田豊の後継者って言われてますから、はい、2枚目をモリモリで自分は本当にかっこいいと思ってやりますから、だから面白いんですよ。で、まあ、私の元彼役やったんですけど、タワタさんが。で、こうお芝居のまあセリフをこう書いてあるのと、うん、違うフレーズを急に言い出して、うん、それがなんかこう良かったのか、まあ、お客さんもそうやして、うん、安江姉さんもはじめ兄さんも気に入って、そのフレーズを言った瞬間みんな見に行くみたいな。そうなんか、しかもこう言い方とかもみたいな、それをぜひちょっとそれのセリフがどのワードなのかね、はい、探りながら見るのも楽しいかもしれません、はい、これがすごく良かったなと思うのと、はい、もう一個いきますね、はい、こちらです。はい、アキスケのスパッツが、なるほど、はい、これどういうことですか。この収録中ですよ、うん、トラブルが起きて、え、何スパッツが破れたんです、うん、えー、で、アキさんスパッツは裏切らないって言ってるのに裏切られてる。あららら新しい展開じゃないですか。そうなんですよ。おうおうおう。で、多分それを引きちぎったのはシミケンさんなんですよ。おう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 。で、舞台上からすごい、え、どうしようみたいな雰囲気になって、収録やでみたいな。で、でも替えのスパッツなんてなかったんですよ。で、あの一応多分ポシェットには持ってはるけど、これは後からこう使うようやから測れへんってなりはって、結構舞台上でどうするどうするってなって、で、滝見さんとかが上に替えがありますって言って取りに行って、でも全然もう本番中が間に合ってないから結局、まあ、あの起点聞かせてこうポシェットとかでギュッて締めはって行ってるんですけど、もう降りてきて、その替えのスパッツ持って、滝見さんがむっちゃ振り回してるんですよ、袖で。袖で。でも、あの、アキさん最後に振り回すぐらい振り回してて。まあ、でもそんなハプニングがあったけれど、はい、騒然としたちょっと舞台見てほしいなとは思うんですよ。なるほどね。まあでも新喜劇なんでね、みんながなんとかしてくれた、はい、というね、チームワークな部分も見れるかもしれません、今回のゲストは小寺真理ちゃんでした。ありがとうございました。